うーん、僕の動画、まだまだ全然伸びないなおリーマンくん、自分の YouTube チャンネルの分析してんの最近更新頑張ってたもんな。学長、動画の数を頑張って増やしてるんだけど、なかなかチャンネル登録者数が増えなくて。うーん、どれどれ やっぱり他の YouTuber と比べて僕の歌唱力が足りてないのかな。一度ウィーン少年合唱団に入って歌のスキルを上げてから動画を上げ直した方がいいんじゃ。ちょい、リーマン君どんだけ遠回りすんのうーん。わし、たった今、リーマン君のチャンネルが伸びひん理由がわかったで。え学長、わかったのせやで。 リーマンくん、どんな事業にせよビジネスで稼ぐのに共通で必要なことって何やと思うむむむ、それはズバリ、スキルの高さでしょう。スキルが高いほど仕事もたくさん頼まれるし、収入も上がるでしょう。ですから、私はウィーン少年合唱団に入ろうと考えたんでしょう。おおもちろんスキルも大切なんやけど、今のリーマンくんが稼ぐために見逃している大切なことが一つあるで。 ちょっとこの動画見てみようか。稼げる人には当たり前。稼げる人と稼げない人を分けるたった一つの違いについて、十種の副業を事例に解説。稼げる人になるために何にフォーカスするべきかを抑えような。こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強していきましょう。今日のテーマはこれですね。稼げる人には当たり前。稼げる人と稼げない人を分けるたった一つの違いについて、十種の副業を事例に解説と。とこういうテーマで話をしていきたいと思います。 このチャンネルではおすすめの副業を10個紹介しています。2021年版月5万円の復習にを手に入れよう、おすすめ副業9選と月3万円の稼ぎ方、副業ウェブライターの魅力、落とし穴を徹底解説ですね。気になる人はそれぞれの動画を参考にしてください。というわけでこれらをリベダイおすすめの副業1 0選として解説していきます。皆さんからよくこんなコメント、質問いただきます。昨年からプログラミングの勉強にハマっていろいろな講座で学び続けています。1年後に稼げるようにもっと勉強を頑張りますとかね。 トップクラスのデザイン技術を持っていると自負しているのですが、いまいち稼げません。なぜでしょうかとか。ブログのレベルを上げるために、ひたすらライティングを学んでいるのですが、成果が出ていません。どうすればいいと思いますか稼げるようになろうとしてるんですけど、ちょっと方向性がずれてる人とか、せっかく技術があるのに稼げてない人。こういう人たちには共通点があると思っています。その共通点がまさに、稼げる人と稼げない人を分ける違いになっていると。 この動画では、これらの副業で稼げる人、稼げない人の差を説明しつつ、稼げる人と稼げない人の決定的な違い、それからおすすめの副業実践で稼げない人の事例と稼ぐヒントをね、お伝えしたいと思います。稼ぎ方のパターンを覚えれば、何をやったってある程度稼げるようになるんですね。場合によっては今皆さんがすでに持っている能力で稼げるようになっちゃうかもしれないんで、ぜひね、参考にしていただければと思います。ということで解説いきましょう。稼げる人は顧客の悩み、市場のニーズにフォーカスするんですね。 一方、稼げない人は技術や知識レベルの高さイコール収入の高さだと勘違いするんですね。ノウハウコレクターとか技術マニアって言われるやつです。稼げる経営者の視点になってないんですね。お金を稼ぐっていうのは人の悩みとか問題を解決してその対価としてお金をもらえます。そして解決する悩みや問題が多ければ多いほど、解決する悩みや問題が難しければ難しいほど、より多くの人を喜ばせるほどたくさんのお金がもらえます。 お金儲けが汚いなんて思ってる人は、汚いお金の稼ぎ方とか、嫌なことの我慢の対価としてお金をもらうとか、そういう稼ぎ方しか知らないだけです。お金そのものは中立ですから、綺麗も汚いもありません。人に感謝されてお金をもらう稼ぎ方はあるし、この方がどちらかといえば健全ですよね。つまり、お金を稼ごうとすると、人の悩みが多いところとか、市場のニーズが高いところに商品サービスを提供しないといけないんですね。 そのためには徹底的に顧客の悩みとか市場のニーズを知らないといけないんですね。北極で氷は売れないし砂漠で砂売れませんから。例えば僕の場合はお金の悩みっていう多くの人が持ってる悩みとか市場ニーズが高いところへこの情報を提供してるんですね。YouTube はもともとね家族とか友達向けに僕の場合はスタートしたんでそこを狙ってたわけではないんですけど結果的に市場のニーズがめちゃくちゃ高かったと。で稼げない人がよく陥る罠として どんどんスキルアップしていこうとか、難しい技術身につけよう、とにかく最新の技術学ぼうとかって、それは一体何のために身につけるのって、ここが大事なんですよね。実際僕自身もよく言いますよね。お金に困らないために学ぼうねって、スキルを身につけようねこれは確かにその通りで、知らないと損することは多いんですね。かといって、スキルを身につけるイコール、それだけで人の問題を解決できる、つまりお金を稼げるってことではないの改めて認識しておいてほしいんですね。 稼ぐためにスキルを身につけるはずなのに、スキルを身につけること自体が目的になってしまっている人が多いんですね。目的と手段が逆ぐちゃぐちゃです。市場のニーズにフォーカスすると。で、その悩みを解決したりとか、需要を満たすためのスキルを身につける。その結果稼げるっていう、これが正解なんですね。もちろん最初は最低限のスキルがないと、人のニーズは見つかったんだけど、それに対して提供できるものが全くないとか、こういう状態ではお金稼ぐこと難しいですよね。さて、 ここからは僕が過去にお勧めした副業10選をベースに実際にいただいた相談でここがずれてるよっていう事例を紹介しつつどうすれば稼げるようになるかのヒントをね話していきたいと思います僕のお勧め副業10選これはね過去の動画で話してますんで参考にしてくださいでお勧すすめの副業10選で稼げない人の事例と処方箋と一つ目背取りですね背取りでなかなか利益が出ませんってこういう方多いんですねなんで利益が出ないのか一緒に考えてみましょう セドリって言っても本当いろんなセドリがあるんですけど、今日はざっくり店舗セドリを例にね、回答しています。セドリは側近性があって、比較的簡単って言われる最大の理由が何かっていうと、市場ニーズの把握が簡単だからですね。例えば、皆さんが自分でいろんな商品とかサービスとかを作っても、そもそもお客さんが本当にそれを必要としてるかわからないとか、実際にやってみないと売れるかわからない。 需要があったとしてもそもそも知ってもらう方法がないとかね。で、販売促進しようと思っても広告宣伝費もかかるとか。一方でセドリは、例えばアマゾンとかメルカリでこの3ヶ月で何個のペースで売れてるかがわかるとか、最近の価格はいくらで推移してるなっていうのもわかるんですよね。で販売先もアマゾンとかメルカリで出品するんで多くの人に目にしてもらえるわけです。すでに需要があるものを売れる場所で販売できるっていう。 普通は売れる商品を作ることも、売れる場所に出すことも時間をかけて育てたりとかお金がかかるもんなんですよね。でも、背取りは両方が最初から手に入っている状態と。その分一つ一つはあの商品はね、剥離のこともあるんですけど、背取りが簡単って言われる理由ですね。これ参考なんですけどね。こんな感じで、価格は5000円ぐらいで前後してるなぁとかね、月間に300個から400個ぐらい売れてるなぁとか、そういったことがこういうグラフでね、パッとわかるんですよね。 需要ははっきり分かってるわけなんで、安く仕入れることさえできれば稼げると。なんでじゃあ稼げないのかと。背取りで稼げてない多くの人は、仕入れのリサーチ量不足なんですね。やっぱり量をやってないんですよ。例えば背取りを始めたばっかりの人で、探しても探しても見つかりませんっていう人に、何個リサーチしたのって聞いたら、30個とか言ってね。もうそら見つからんわみたいなね。30個はもうやったうちに入らんみたいなね。 誰でも稼げるっていうのと楽して稼げるっていうのは別物ですからね。一定量をやれば誰でも稼げるようになるよってことです。例えば店舗なら店舗のもう全商品探すぐらい頑張ればね、1店舗で見つからなかったら2店舗3店舗全部やるよと。そのぐらいの覚悟で挑めば何かは見つかるんですよで。そこから突破口を見つけていったり、何かもっと安く仕入れれる場所とかね、時期とかコツにつなげていくわけです。 ちなみに、先ほど見せたグラフの商品は、ギガミックのカタミノっていうチーク玩具です。これですね。皆さん聞いたことない方多いと思うんですよ。こういう知らない商品が無限にあるわけですね。リサーチ量の量が第一ってことですよね。将来的には中国輸入とかね、ブランドの正規輸入代理店になったりとか、海外輸出にチャレンジしたりとか、これはより市場ニーズの把握がレベルアップするんで、難易度が上がる分稼げるようになります。結論、背取りで月々5万円から10万円稼ぐことは難しくないんですね。 やれば誰でも達成できるしさらにその先もあるよと背取りの詳しいやり方は背取り専門でね再生リストまとめてますから参考にしてくださいであとはやっぱりすでにできてる人実績を出してる人から教わった方が早いんですよねそのためにこういうリベシティやりますから数十万円の塾に行っても教えてもらえないような情報も飛び交ってます年間100万円のビジネススクールに行ってもすぐに生活良くなりません一方リベシティで月々5万円稼げるようになったらこれは人生変わりますよね 数千円の自己投資をケチって貴重な時間を無駄にね、使わないように、ここはね、注意してほしいなと思います。次、ウェブデザインですね。なかなか仕事がもらえませんとか、単価が低い仕事ばっかりです。ウェブデザイナーは低単価になりやすいんですね。月額ね、30万円ウェブデザインで稼いでますっていう人でも、開けてみると、もうめちゃくちゃ安い案件めっちゃ頑張ってて、もう毎月全然時間ないとか、そういう人結構いたりするんですよね。で、この理由がなんでかっていうと、 解決できる人が自分以外にもたくさんいるとか、市場ニーズを汲み取れてないとか、この辺ですね。例えば、こんなデザインの募集どうでしょう ?SNS のプロフィールアイコン作ります。綺麗な絵を描きます。ホームページ制作受けたまわってますとか。悪いわけではないんですけど、稼げる人は顧客の悩み、市場のニーズにフォーカスするんでしたよね。市場のニーズにフォーカスするっていうのは、顧客のことをもっともっと深く理解するってことです。例えば、こんな見込み顧客がいたとしましょう。 企業のホームページを作りたいんだけどな。お店のホームページをリニューアルしたいと思ってるんだよね。この人たちが本当に望んでいることってね、なんでしょう皆さん。本当の目的は、今のホームページではお客さんに伝えたいことが伝わってないから変更したいとかね、ホームページを作って多くの人に知ってほしいとか、こういうことですよね。要はお客さんを増やしたいと。だから、本当の目的にフォーカスした訴求をしないといけないんですよ。で、顧客自身が自分の本当の目的分かってないこともあるんですよね。 月に100人新規顧客が来てくれるホームページ作りますよとかね。古代広告とか言い過ぎは良くないし、実際はもっと考えないといけないんですけど、顧客が望んでるのはそこなんで、ウェブデザインっていうね、材料を使って、顧客が本当に望んでるもの、ニーズを満たせるサービスを考えていかないといけない。あとは、個人相手に商売をしてると、そもそも稼ぎにくいんですよね。だって予算がないからですよ。ないお金は出せないわけでね。 今から副業で1万円稼ごうってしてる人に SNS のプロフィール制作10万円になりますって言っても売れませんよね。とりあえず自分でやりますとかって書てなるじゃないですか、ね。これも市場をよく理解してないってことになるんですね。一方で儲かってる企業が販売促進のために SNS アカウントを作り込むとかね、YouTube チャンネル作るとか、その作り込みのためならもう10万円どころかもう30万円もっともっと出してくれる可能性もあるわけです。 例えば僕が企業側の人間だとして SNS アカウント運用代行とか販売促進のために十数万円の予算ってもう全く惜しくないんですね、月々。だからもし受託をやるんだったら儲かってるところ相手に商売しないとダメですよ。魚を取るのにそもそも魚がいない水たまりとかね、小さい魚しかいない池でどれだけ頑張っても無駄ですから。自分でどうしても個人相手にしたいんだとか、こういう人たちを良くしていきたいんだとかそういう強い思いがあるんだったら別なんですけど、 お金を稼ぎたいって思ってるんだったら、個人を相手にしてるとちょっと稼ぎにくいっていうのはね、覚えておいてほしいなと思います。でも学長、私はそんな大きなことを言えるスキルありませんとか、企業に向けて作れるようなデザインスキルありませんとか言って、じゃあスキルやっぱり身につけないといけないですよね。それはそうなんですけど、綺麗なデザインを作れるスキルと稼げるデザインスキルとは別物なんだよって、ここ覚えておいてほしいんですよ。他の副業にも使える大事な考え方なんですね。ヒントになりそうな事例をいくつか紹介したいと思います。まずケース1ですね。 僕が高校時代に稼いだデザイン事業と。高校生の時に学校のホームページ制作を頼まれたんですね。もちろん無償でしたけど。僕のデザインセンス結構壊滅的なんで、休受けちゃったもののどうしようかなと思って。でもせっかく相手依頼してくれてるし、なんとか解決してあげたいなと思って。そこで思い立ったのが、よしプロに任せようってことなんですね。ネットで検索してホームページ制作会社を発見しました。で3社に見積もりを依頼したんですね。 A 社は50万円、B 社は20万円、C 社は8万円と。この時ね、もう予算的に迷うことなく C 社に発注しましたね。もちろん高校生にとっては8万円ものすごく大きな金額だったんですけど。で、8万円ね、僕自身自腹になっちゃったんですけど、これを提出したわけですよ。プロに作ってもらったもの。そしたらもうそれはね、学校も大満足ですよ。当時、ここで一つ発見したんですね。お金だけで言うと8万円損しちゃったんですけど、 あれホームページって8万円でできるのプロに作ってもらえるのみたいなね。しかもこの A 社で50万円の見積もりが上がってきた時に、50万円という金額でも依頼する会社があるってことじゃないのかって思ったんですね。そういえばと、前にどこかの掲示板で20万円でホームページ制作を依頼してる会社があったなと思って。で、C 社に連絡取ったんですよ。あの、他の仕事とかも受けてもらうことってできますって聞いたら問題ないですよって返ってきたんですね。 そこで掲示板で20万円とかで依頼してた会社を探し出して連絡したんですよ。あのうちなら15万円ぐらいで受けれますけどって言ってね、わかりやすく安さで勝負したわけですね。他に勝負できるものが僕はあんまなかったんで。で、無事受注完了。15万円で仕事を受けて8万円 C 社に払って、で、やり取りだけ僕がクライアントとやり取りして無事7万円ゲットってね。しかも自分で作るよりもはるかに労働時間も短く進んだんですよね。もちろん細かい調整とか、右から左だけじゃなくていろいろ価値は出したんですけどね。 こうして人に仕事を依頼するって技を覚えたわけですね。解決できる人が自分以外にたくさんいるんだから、それはその人たちに任せようっていうね。次、係数にいいです。クラウドソーシングを活用して会社を作った社長さん。クラウドソーシングっていうと、クラウドワークスとかランサーズみたいなフリーランスを探せるサービスのことですね。この社長さんは営業の能力に長けてたんですね。クライアントから仕事を受けてきて、それを単価の安い人たちに仕事を依頼すると。自分自身はクライアントとの間に立ってやり取りして、 さっきの僕が高校生の時にやってたのの丸々大きいやつですよ。これだけで会社を大きくして10億近くで最終的に会社売却されてましたね。なんでじゃあこういう時にクライアントはね、直接クラウドソーシングで仕事を頼まずにこの人に頼むのっていうと、そもそもクラウドソーシングを知らないとかね。知っててもクラウドソーシングでどう頼めばいいかわからないわけですよ。自分の問題解決の方法を知らない。だからこの社長さんがそこに立ってね、問題をヒアリングしてあげて解決してあげたってわけです。この稼い方ね、根っこは一緒ですよね。 市場ニーズをよく汲み取っって、方法にここだわららなかったかたたそ稼げたと。長くなってきたんで残りの副業についてはざっと回答したいと思うんですけど答えを言うと本質的なところは全部一緒ですねで次プログラミングですこんな技術が使えるのに仕事がもらえませんとかどんなスキルを身につけたら稼げますかってこれも同じ問題なんですね稼げる人は顧客の悩みとか市場のニーズにフォーカスするんだよって今日何回も出てますけどこれ大事なんで何回も言ってるんですねプログラミングはあくまでも問題解決の手段なんですよ 転職で給与所得を増やしたいんだったら転職時に受けがいい言語を習得すべきだしフリーランスで稼ぎたいならフリーランスで小さく開発できるね言語を習得すべきとウェブアプリケーションとかですねで稼いでるフリーランスプログラマーっていうのは顧客の悩み解決が上手なんですよ友人のプログラマーの例なんですけど見込み顧客から話を聞き取る中で既にある予約管理システムを使ったりとかも,もしくは Google の月額500円のサービスで済ませたり場合によったら無料のサービスとかで済ませたりするんですね 自分自身はプログラミング作れるんですけど、自分では作らないと。あくまで問題解決に最適でリーズナブルな方法を提案するんですね。このプログラマーの方ね、大人気なんですよ。で、大人気なんで、やっかみとかでね、あいつはプログラム自分で作ってないとかやって、心ないこと言われることもあるそうなんですけど、友人自身は、お客さんの問題を解決したり、便利にするのがエンジニアの仕事だから、自分で作ることにこだわる必要はないよねーとかやって、結構ね、あっけらかんとしてるんですよね。かっこいいとか言って思うんですけど、次に動画編集と。 いい案件がもらえませんとか、動画編集の単価が安くて困ってますっていう方、非常に多いんですけど、これも同じ問題です。稼げる人は顧客の悩み、市場のニーズにフォーカスすると。単価が安いのは解決できる人が自分以外にもたくさんいるからですね。で、僕のツイッターによく営業が来ます。リベダイの動画編集しますよとか、リベダイのアニメーション動画を格安、迅速に作りますよとか。これではね、僕の悩みとかニーズを満たしてないんですよ。 オンラインコミュニティのリベシティやってるんですけど、以前この中で動画編集者募集しました。アニメーション動画の制作者ですね。でその時採用された人たちが共通して持ってたものが何かっていうと、リベダイ愛なんですね。まあもうちょっと言うとどういうことかっていうと、みんなが楽しくわかりやすくお金について学べるようないい動画を魂込めて作りますとか、リベダイの価値が上がってもっと多くの人に知ってもらえるような動画を作りますとかね、えー、学長の時間を少しでも増やせるような仕事の提案をしますとか、こういう提案なんです。 まさに僕のニーズを満たしてるんですよ、これは。で、そのためにはちょっとぐらい予算オーバーしてもいいって、そういうふうに思ってるんで、さっきの低単価でとにかく請け負いますとかね、そこはニーズ満たしてくれてないんですよね。あなたに頼みたいっていう編集者になって、太い顧客をつかむのか、それとも他の人でもできる仕事は他の低単価でやってくれる人に頼んで数をこなすのか、これはね、戦略次第になってきますね。次、アフィリエイトブログです。ウェブライターの事例もここに含みます。一生懸命書いてるのに稼げません。 もっともっと綺麗な文章が書けるようにスキルアップしますとか、ちょっとずれてるかなーって思う発言なんですけど、この問題の根っこは市場のニーズを理解してない、量が足りない、目的と手段が逆になっているとか、このあたりなんですね。もっと綺麗な文章を書くことしか考えてない人は、目的を再度確認してほしいんですよ。稼ぐことが目的なんだったら、綺麗な文章を書くっていうのは、これ目的じゃないですよね。 読者の問題を解決したりとか、ニーズを満たす文章を書くんだと。そのために綺麗な文章、を伝わる文章を書けるスキルを身につけるって、こういう順番ですよね。他にも一生懸命書いてるのに稼げないとか、人が来てくれないっていうのは、量が足りないか市場のニーズを理解してないんですね。まず、アフィリエイトとかブログで稼ぐのに大事なのはジャンル選びなんですね。稼ぐってことに包括した場合ですけど、やっぱりね、稼ぎやすいジャンル、稼ぎにくいジャンルっていうのが存在するんですね。人の悩みが大きいとかね、悩んでる人が多いとか。 でもう一度振り返りましょう。たくさんの人を喜ばせるほど、たくさんの悩みを解決するほど、お金はたくさんもらえるんでしたよね。で例えば、稼ぎにくいって言われる旅系ブログ。旅系の写真を見たい人は多そうなんですけど、見る人の悩みのレベルってあんまり大きくないですよね。で他にもファッションブログなんですけど、こちらも市場ニーズから考えると、絶対あなたに解決してほしいとか、そういうことじゃないですよね。 服に興味がある人はたくさんいるんですけど、やっぱりそんな芸能人のあの子の服だったら絶対見たいとかね、そういう方いるんですけど、まあインスタとかでだったらまた見せ方次第だと思うんですけどね。で一方、コンプレックス商材。薄毛とか肥満とかお金が欲しいなとかモテたいとかね。ユーザーが問題解決すればもうめっちゃ嬉しいということは、クライアントにもたくさんお金を払うわけですよ、ユーザーがね。でそうするとクライアントも儲かると。 ということは紹介する自分たちにも紹介料がたくさんもらえるから稼ぎやすいっていうこういう流れですね。まあもちろん内容ペラペラの詐欺商材とかもあるんで注意が必要なんですけど、自分自身が楽しめるジャンルでないと続きにくいっていうのは言うまでもないんで、やっぱりそことの兼ね合いもあるんですけど、そもそもでまずは市場のニーズを理解しないといけないですね。また単純に需要にはマッチしてるんですけど、量が足りてないとかね、人の目に触れてないってこともあります。それはひたすら積み上げていくのみですね。継続していきましょう。 それから62歳のシニアブロガーが出版に至った話っていうのも参考になると思います。62歳のシニアブロガーが出版。成功した3つの理由。今からでも全然ブログって稼げますから、これ見て勇気出してほしいなと思います。すいません。全部で副業10銭やるって言ったんですけど、もう長くなってきましたんでね。もうまとめていきます。YouTube、ハンドメイドとデジタルコンテンツ販売。それにコンサルですね。本質は全部一緒です。 稼げる人は顧客の悩み、市場のニーズにフォーカスすると。市場のニーズ理解するにはどうしたらいいんですかっていう話なんですけど、まずは発信して世に出そうねって言ってるんですね。例えばこの動画ですね。SNS フォロワーは土地を金、株式に匹敵する資産ですとかね。転職できない人、フォロワーがいない人共通点、これを外すと稼げない、有能な人が押さえているポイント2つとか、この動画見てほしいなと思います。発信をしようとで。この発信をすることで何に市場価値があるのかを模索していけるんですね。 時には SNS とかやってると、市場からの辛辣な評価を受けたりとか、誰にも見てもらえない機関もあると思うんですけど、発信する中で、あ、これが市場がね、求めていることなんだとか、これが受けるんだとか、そういうのを肌で感じて考えることで、問題解決能力が身についていったりとか、市場のね、こう、ニーズを汲み取る能力っていうのが育まれていくんですよね。 あとは、クラウドワークスとかランサーズ見てみるといいですよ。予算を出してる会社はどうやって儲けてるのか。今は YouTube 関連の仕事が多いな。じゃあ、発注してる人は一体どういう人とかね。プログラミングはこの辺の言語の依頼が多いな。とか、言語だけじゃなくてどういうサービスを作ろうとしてるんだろう。わざわざ外地でたくさん予算を出してまでってことはとかね。だんだんね、今お金が動いてる場所っていうのが見えるようになってきますから、ただただ仕事をもらうっていうんじゃなくって、背景で動いてるね、お金の流れ、ぜひね、イメージしてみてください。 負けなんですけど、一つ一つのスキルは投出してなくても、組み合わせることで稼ぐってこともできますよ。例えば、プログラミング×アフィリエイトみたいなね、会社指揮法の情報をまとめてるサービスとか、口コミを集めたサービスとかね、組み合わせることで稼ぐってこともできます。コツを知れば稼ぐアイデア無限大ですから。ということで、まとめいきましょう。稼げるようになろうとしてるけど、ちょっと方向性がずれてる人、せっかく技術があるのに稼げてない人、こういう人たちには共通点があります。稼げる人は顧客の悩み、市場のニーズにフォーカスする。 稼げない人は技術や知識レベルの高さ、イコール収入の高さだと勘違いする。稼ぎ方のパターンを覚えたらね、何をやったってもある程度稼げるようになりますから。稼ぐことの本質は一緒です。スキルを磨こうって言ってるのは、人の悩みを解決したり、喜ばせるようなね、素材をいっぱい知ろうねってことです。その手段をたくさん知ってる方が人に多くの価値を提供しやすいですよね。でも、手段をたくさん知ってるからって言って、イコール問題を解決できるわけではないんですね。 適切な手段で相手の悩みとか問題を解決してあげるってことが大切ですから。以上、参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。おすすめ副業10選。まだまだ稼ぎます。安心してください。どこを目指すかにもよりますけど、小金持ちになるぐらいならいくらでも方法ありますから。っていうところで終わりたいと思います。今日もありがとうございました。気をつけていってらっしゃい。リーマンくん、今日の動画、どうやった 僕はスキルさえ高ければ稼げるようになると思ってたけど違ったねやみくもにスキルを磨くだけではダメで市場のニーズに応えることが大切なんだねそうそういい気づきやなところで学長僕のチャンネルを伸ばすには結局どうすればいいんだろうそれはな動画のコメント欄よーく読んでみ歌はうまいんだけど雑音が多くて聞きづらいです 声は好きなんですが、毎回顔のドアップから始まるのは編集して切ってほしい。歌が始まる前の自分語りが長すぎて、ちょっとしんどいです。なんか歌唱力と関係ないところで顧客のニーズを満たせてないっぽいで。っていうか、歌の前の自分語りって何なん,なんえ この曲には僕の高校時代の思い出が詰まって、よく仲間と休み。時間にイヤホン交換し合って、放課後よくハローテに行って仲間たちと熱唱したもんですよ。この時が窮屈な学校生活から唯一解放される瞬間でしたね。長いわ。つつい熱くなっちゃったの。ここだけ再生するのやめて変なプライドは捨てて顧客ニーズをちゃんと聞いていこうか。